ちょっとうるさいね、ごめん。本当そのチョコ。もう玄関から今までの間にキュウリを食べてて、ASMR 配信、配信予定じゃなかったですけどしてみました。配信予定じゃないです、告知できた。カッパさんですか？カッパさんです。うん、今日はもう暑さでやられたので結んでみました。昴生くん、クマありがとう。ごめん、ちょっと片手きゅうり。ありがとう。うん、きゅうりうまっ。うん、うん、あら、おすすめされてきた、ありがとうございます。明日の意気込み、意気込みか、うん、汗かかない。よくできます。マイマイタ、佐藤ちゃん、ありがとう。なんかメイク適当すぎてすいません。今日も来れた、ありがとう。今日も来てくれて。最近なんか私家の方が、家の中にいる方が汗かいてて、どういうこっちゃっていう感じなんですけど、すいません、今日前髪固めてなくてさ、なんか適当フェイスで失礼いたします。めっちゃ可愛いっていうのが飛んできた、ありがとう。ワンタンさん、ありがとう。ロンちゃん、たくみくん、ありがとう。汗かきたくないよ。息するだけで熱い、ね、困っちゃう、うん、あら、ファーストコーン当たった、嬉しい、ありがとうございます。ありがとう、ハートいっぱい、ありがとう。こんばんは。 UFO キャッチね、数年ぐらいやってないかも。もうちょっとすいません、もうめっちゃ汗かいてない、なんかすでに。おとなしい。今日もほぼねラメしかつけてない。ファーストコンサートのリハはねまだしてない。明日頑張るよ、ありがとう。頑張る。ゴンノスケさん、ザカさん、ありがとう。雨か。あ、いや一応ね色も載せたんだけどもないね。何、可愛いとても
ありがとうございます。はあ、ごめんなさい、スズム配信。今日はただのスズム配信です。明日ね、 T シャツステージ、朝ちょっと早いよね。皆様気をつけて。リップ何使ってますか？リップはね、リップは今日はね、これをこのパーフェクトダイアリーの2049番を適当にプルルルって塗ってる。これなんかね、配信だとピンクっぽく見えるんだけど結構赤いのでお気をつけて。わかる？結構赤くない？この色のまま本当欲しくしてる。そうなんですよ。カラコンマスター、なんだそれは。そう、ゆうかちゃんカラコン、うん、久しぶりだって。久しぶり。明日髪型いつも通りじゃないかな。よいしょ。イヤリングとかしてないからすごい寂しいんですけど。ゲリラ配信。この1年の時の髪型どれだろう、どっちだ、どっちなんだ。あくびしちゃった。眠い時間だね。明日皆さん来てくださる方ありがとうございます。なんか獣医者またつけたい。最近のメイクのポイントは、ちょっと今日やりすぎちゃったんだけど、ここにラメを入れると、え、もともと涙袋ありますけどっていう涙袋にできます。おすすめ。ちょっとこれ固まっちゃって、おすすめです。ここはラメラメしてるけど、そう。ラメラメ。アクセなんかつけてるっけ、やつなんかついてる。あら、お話し会来てくれるの、ポコさん。ありがとう、待ってるよ。ワクワク。黒似合う？本当？どっちかな、黒着てるかな、いつも白かな、どっちだろう。サイン。眉毛の形ちょっと今日ちょっともう適当、ボサボサ眉毛。ありがとうございます。ちょっとボサボサ頭で失礼いたしますが、黒多い、確かに黒とか紺とかばっかかもしれない。確かにあんま柄は着ないですかね。柄は着ないかな。ちょっとシンプル着てもらわなきゃ。柄物はね、あんまり。ベースメイク教えてください。ベースメイクね、うわ今日何も持ってないのね。カバン、なんか入ってるかな。うわ最悪だ。ファンデーションは今日何使ったかな。今日はね、めっちゃ日替わりなんですけど、今日何使ったかな。今日はシピシピじゃなくてね、それは違うやつだ。
何作ったんだっけ。まあ、今日あ思い出した。違う四文字の英語のところのクッションファンデです。なんだっけな。なんだっけ。四文字ぐらいの、ね。も違うみ違うも違うみあ違うローマ字四文字だからみもめ。いや違うんですよ。うん、あミュードミュードミュードみたいなミュードみたいな感じのファンデーションを使いました。もうちょっと汗かいてるんですけど、そう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 、それです。うん、キちゃん、なに、ポコさん、にじん、ありがとう。あれなのかな、扇風機の音って聞こえてる？ツヤツヤ、これは全部ハイライトによるツヤです。なんかレノンから写真が届いたけど、なんだ。あ、聞こえてるんだ。湿気湿気けど、あ、待って、これだと静か。あ、なんかむしろ BGM みたいな感じでいい感じだったな。ちょっと写真だ。わあ、なんか来てるぞ。返したいけど返せない。ね、今日あれだね、お祭りとかやってたみたいだね、いろいろ。お祭り行きました？今年皆さん。ありがとう。ま、私超行きたかったんです、イコラブさんの夏祭り。めっちゃ行きたくて。悔しい。ニコノイジャイをお祭りとカウントしますよ。ゆうまくん、ありがとう。お祭り、いいね、浴衣着てお祭りとか行きたい。あくびしちゃいました。目にゴミが。ねえ、浴衣で、浴衣でお祭りとか行きたいですね。桃好き？桃大好き。惚れた？本当かい？嬉しいです。嬉しいよ。ね、なんかアーカイブもね、見れるようになったみたいで。あーって、おいと、私いっぱいゴミミッションしてるよ。目が乾燥しちゃって。手持ち花火ってなんかさ、できるとこめっちゃ限られてるじゃないですか。できてないだから、スパニキありがとう。今日はあくびでいいよね。すいません。この扇風機が今顔に直に浴びてるから。のりを
ありがとう、ハート酸素、おいしい。今日はちょっくら眠いね。いいね、お花火。明日ティフだから早く寝ないと。寝るとき寝ときありがとう。ぽっぽっそりあくびがいっぱいないじゃん。いや大事故的な顔してたでしょ絶対今。明日何時起きなの？何時？何時かな？ティフ、うん、明日ティフ出演させていただきます。ホワイト、頑張ると。今日中？あ、今月中だった。本当？めめめちゃん。ありがとう。教授かと思った。スケスケさん、マイマイさん、ありがとう。ラジー出る予定？何言えるかな。何時に出るかな今日は。今日は今何時だ？9時半か。できるだけ早く寝るぜ。のりキムチさん、ありがとうございます。他のアイドルさん、お友達？お友達ね、いるけど、いるけど、いるけど。スケスケさん、マイマイさん、ありがとう。あくび今してた？無自覚。あくびが大きめの。のりご、ご、じゅんぺい、じゅんぺいくん、ありがとう。髪巻き巻き得意？本当？得意じゃないんですよ。これもストレートです。夜な夜なほんと昼間も見て。ももかって配信はやってないですか？あれ終わったの？あの人夏休みの宿題あるさ。夏休みの宿題最初に終わらせる派ですか？本当？え、もうが今もやってた？あれ？なんでなんで？ももかさん、はじめまして。はじめましてよかった。ありがとうございます。嬉しいよ。みんなそんな嬉しい。アーカイブを見て。出さったのかな。夏休みの宿題は桃花から今連絡来たんだけど、桃花っていうか桃花今日多分ハーフツインだったよね。ハーフツイン一緒にしようって言われたんだけど却下しました。明日ってさ、明日ってこんばんは、こんばんじゃ。明日ってティフどのグループさんが出るんだっけ？もうポニーしちゃってたからさ、ポニーしちゃってたから、タタ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 
ハロプロさんとか昨日出てらっしゃったよね。頑張られば。すいません、あくびしながらフェードアウト。一回あくび出るとなんて言ったっけ、たぬきあくびみたいな言いません？なんか眠くないのにみたいな。たぬきあくび、たぬきねえり、なんだっけ、なんとかあくびって言いません？ハロプロさんはね、ジュースジュースさんが大好き。特に生あくびだ。なんだっけな、日向坂さんお会いできるかな。どうなんだろう、でも時間が違うからね。おい、ゆゆくん、ゆゆくん、なんかタワーを、タワー、どうして、ゆうくん、お疲れ様、お久しぶり、ありがとう。なんか今日さ、マイカさんとの写真をなんかリプしてた。ありがとう、嬉しいよ。ありがとう、タワー、バイトもお疲れ様。ありがとう。なんかももかが怒ってる報告がいっぱい来る。え、配信中にどうやって、ももかちゃん、ももかちゃん、ごめんね、ももかちゃん、覗いてどうやって見てるの、あの人、ももかちゃん、ごめんね。ももかちゃん、ごめんね。ハーフツイも、今ファークル湧いてきた、ほんと早っ。ほんとに今日中になってる、ありがとう。ゆうまくん、ありがとう。ももかちゃんをこう、ませんね。すまーん。あ、そっか、ももか携帯変えたからさっきあれだったんだ。なるほど。今日も君の夢を見たんだ。さっき配信中に来てたんだけど遅れない。今からツインはできません。一瞬手で作ってみ、何を。こんばんは。こんばんは。私もあ、いつか、私もいつかします。いつか、いつか。私のするハーフツインはさ、ももかにいつも怒られる。私あんまこういうハーフツインが似合わなくて、いつもうちゃ後ろで作るとみんなにハーフアップって言われる。大好きになりました。なんだって、嬉しい、ありがとうございます。感謝でございます。いや、みんなで見てんの、こっち。ももか、ももかちゃん、こ声も聞こえてんのかな、ごめんね。ハーフツインはまた今度。ももちゃん、今度ツインするときました。ツインがいいの、ハーフツインがいいの。
可愛いだって、あ、ロンちゃん見たよ。リー太郎さんありがとう。ね、あのなんだっけ、ミュージアム行ってくださってる方ありがとうございます。声聞こえてんの？聞くだし、やめろし。恥ずかしいだろ。のりもありがとう。いっぱいミュージアムドライブ届けてきた、ありがとう。たくみくんありがとう。七色さんありがとう。パネル、いやこれ聞いてください、私の中であのパネル実物より顔大きい。そう、誰かと話してたの、なんかもうちょっと顔ちっちゃくない、うちら。え、若干ね、ビビタル、ビビタル、うちらもうちょっと顔ちっちゃくないとか言って。だから等身大だと思う。まあでも多分写真の撮る時のさ角度とかにもあるけど、ももかのくしゃみの真似は「えきちゃいでだい」どっから声出たんだろう。どっから声出た今。いや、もかほんとこんな感じなんで、え、もかほんといつもこんな感じなんですよ。今急に自分でもびっくりしちゃった。え、もうちょっと、もうちょっと、へっちゃう、いやいやいいみたいな、なんか。え、もかにしてみてもらってください、くしゃみ。電話中とかでずっと「ヒッチー」みたいな、何か「ゆうたさんありがとう」パコーンってやつ。ヒッチーみたいな、いや、ほんとこんな感じなんで。え、違う、なんかもっと「うっちゃいちゃいちゃい」みたいな感じ、ほんとこんな感じ。私のくしゃみは「あいちょい、あーはいーっていう感じ。そう、青菜炒めさん、のりをたくみくんありがたー。ほんと、なんかえ、そのほかにゃんって感じ、にゃんほんとにゃんって言ってにゃんみたいな、にゃんにゃんにゃんみたいな。ジュリーちゃんもうちょっと可愛いかも。ふちっちゃいよなって感じか。と気をつけまーす。喉越し生。あ、すいません、水水、ごめんなさい、未成年。ビール、ビール美味しいの？なんかさ、ファンの方、私勝手にさ、みんな高校生に思えてきてさ、お酒飲むとか言われるとびっくりするんだけど、タバコ、お酒ダメだよって思っちゃいそう、高校生な感じがしてて。気持ちは小学生？それはちょっと問題だね。こんばんは。あ、ちょっとボサボサな状態失礼しました。ボサボサすぎない？ちょっと。みんな高校生。ジュリーちゃんの後ろの席になりたい。今私の後ろ席誰座ってんだ。友達でした。明日
チリちゃんのお年に戻りたい、交換する。早く大人になりたいけど子供でもいたい。絵を描きたくなった。猫猫猫猫、なんかお絵描きしたくなってきた。暑い暑い。うさぎ、うさぎの方が上手に描けるかも。うさぎ、あ、ちょっと待って、もうちょっと描く。耳、クマさん、クマさん、クマさん、葵に聞いてきた方がいいかな。クマさんか、クマさん、私葵をイメージしちゃうからさ、黒目大きくなる。なんかちょっとこんな、え、私実物見たらもうちょっと可愛いんだけど、なんかさちょっとあんま輪郭が綺麗に見えないね。怖いよって言わないでよ。似顔絵、じゃあ今の自分の似顔絵、じゃあちょっと美化して描きたいと思います。もうちょっと可愛いね、ちょっと可愛いね。こんな感じ。あれ、なんかおじさんになっちゃった。まだ途中なんだけど。中経過良くないね、あんまり。やめとこやめとこ。私いつもさ思うんだけどさ、この髪の毛ってどうやって描くの。ちょっとこっちがいい感じでした。今日はちょっとチークをいっぱい入れたので、ちょっとチークも演出。こんな感じ。あ、反転しちゃった。反転、似てる。反転しちゃった。あと何書こうかな。じゃあどうしよう、担任の先生とか。さっき学校の話した担任の先生はね、あれこんな感じだったっけど、担任の先生はね、まあ、眼鏡かけてない。あれ、すごい若くなっちゃった。こういう感じ。ほら、ちょっと
ちょっとこれスクショしといて学校の子たちに似てるか聞く。似てる？いつも怒られてばかりで困っちまいますね。進路はどうするんだ、進路ニアジョイでーとか。これあと誰書こうかな。夢に見たこと、動物描ける人いるのやっぱり。あーごめん。ワンちゃん、ワンちゃんは描きやすいんじゃない。あれ手がなんか最近ちょっとワンちゃん会ってないからあんまり。こんな感じ。こんな感じか。ワンちゃんの口ってどんな感じになってますか。ワンちゃんの口ってどんな感じになってますか。鼻ってあります、ワンちゃんって。どうやって描くの。悪三角で、ね、ベロ出してる。こんな感じ。鼻が効く、口は効かない。尻尾、尻尾と鈴がついてる。肉球か。今肉球描いてる。ダンダダダンダンダダダン。マンコ、キャーナワンコ、キャーナワンコ、あワン。北海道在住、北海道在住、函館市のお住まいのワンコズリーちゃん、食欲旺盛な女の子です。ワンコです。この子が飼い主が帰ってくると一目散に玄関へ飛び出します。噛みました。女の子。といった感じだったね。ではします。よいしょよいしょ。今日はちょっとだけ早めに配信を終わろうかなと思っております。はじめまして、高校生がちょっと怖いからJK っていうやつです。世の中で言う世の中で言う JK。ニコのアジアミュージアム明日行ってくる？あら、行ってらっしゃいまし。写真送ってください。美術何位？わかんない、何位だったんだろう。
美術、あれ私美術撮ってたよ47分ありがとう。キラキラの JK じゃない、まだキラキラしてないんだけど全然。どうしようなあ、レノンから連絡来た、ごめん。ちょっとレノンに返信するためにもちょっと早めに終わります。よろしく。わあ、ごめん、ちょっとどうしよう、一瞬レノンに返信してきてもいいかなか、もう壇上読んで終わっちゃおうかな。レノンちゃんがこの写真を使ってもいいっていうね、確認の連絡をくれたんだけど、他の子たちは OK らしいんだけど、私だけなんだよ、あと残る人間が。見て、そうそう、レノン暇ない、暇じゃないよレノンもあ、あのさ、ツイッターの告知画像なんだけどさ、なんだっけ、何て言ったんだっけ、そうだ、なんかね、たまにね、この使えないですっていうのもあって、なんかね、あの皆さんに、みんなに言っときたいんだけどね、何がダメだっけな、なんかね、イコラブさんの方の関連のものをノエミさんの方の告知で使う時と、あとね、なんか楽曲をもじってるのがね、そうダメみたいで、そうそう、そう、使いたいけど使えないっていう時があるから、なんか私が使ってないなって思ったら、あ、なんかがあれだったのかなっていう風に思っていただけると、そう、なんかね、なんかいろいろルールみたいなのがあるみたいで、一応そうそうそう、そうなんですよ、ありがとうございます。いつもあとね、なんいろいろあるみたいでそうなんです。例えばイコラブさんのサイン会の時の画像とかいう画像とかをのえみさんの方とかだと使えないとか、なんかね、あったり、そう、なんかあとこれだととかもあるから、そうなんですよ、キャラものとか、そうだねありがとうございます、いつも画像などたくさん。いや、壇上を読んでいきたいと思いますありがとう、いつも。ではいきます。13位こうせいくん、ありがとう、アイコン変わってる12位たくみくん、ありがとう11位まいまいたん、ありがとう、10位あおないためさん、ありがとう、9位りーたろさん、ありがとう8位かずや、ありがとう、おー、7位ゆうまくん、ありがとう6位すけすけさん、ありがとう、5位番長さん、ありがとう、あ、北海道の話してきた。4位多分今日も君の夢を見たスパニキ、ありがとう、そうして3位ゴンノスケ坂、なんでもあれなんだろう、名前が変わったんだろう、のりたん、ありがとう2位ワンタンさん、ありがとうございます1位ゆゆくん、ありがとう、ゆゆくんタワーもありがとうねありがとうございます、早く寝てくださいね皆様、ありがとうございました。あ、お、ほなまた来てくれありがとうございます、うん、ありがとう、明日頑張るぞ、また明日ね、ありがとう、またね